はい、どうもはじめまして、こんにちは、ゆういちです。皆さんプロス PS やっていらっしゃいますでしょうか？もしよければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ということで今日なんですけども、今来てるね TS 第6弾、めちゃめちゃ激アツな TS 第6弾、こちらのねある選手使っていきたいと思います。それがこちらの選手です。はい、ということで世界の青木使ってみた。ありがとうございます。こちらね青木宣親選手、世界の青木って言いましたけども、実際ね世界の青木って言われてるのはプロゴルファーのねレジェンド青木功さんなんですけども、こちらね野球界の青木宣親さんもメジャー7球団でプレーしてますし、2014年のねロイヤルズ時代、ワールドシリーズにも出てますしね、日本でいう日本シリーズみたいな、そういうねメジャーのワールドシリーズにも出てますんでね、もう世界の青木って言って過言じゃないと思います。でこの青木選手なんですけども TS2 年ぶりの登場ですね。能力等は変わってないんですけども、やっぱりミート S 狙えるっていうのはねめちゃめちゃ魅力的かなと思います。リア対面ではねやっぱりパワーが71っていうのはちょっと不安要素なんですけども、ミートもでかいですし、守備もねセンター B ということでめちゃめちゃいいんで、めちゃめちゃではないですけど普通にいいんで、そしてアベレージヒッター広角打法ということで、ちょっと特殊属ね時間なくて上げきれなかったんですけど、広角も持ってますと。僕もねプロスピ始めたての時はね青木選手結構使ってたんですけど、やっぱりね打ちやすいんで青木さん本当に、ちょっと今日はその打ちやすさもね見せていければなと思います。それでは称号チャレンジいきましょう、どうぞ。はい、ということで称号1枚しかないんで、ちょっとここにかけます。で一応称号のね狙いはミートが3上がる安打製造機か高級筆打ですね。でちょっと本2冊しかないですし、青木選手現役でねまだ A ランク手に入りますんで、通常のものも、ちょっと今回本なしでいきたいと思います。では行きましょう、お願いします。さあまず上がってくれ、頼む、上がれ。上がんない。ミート自慢、ミートは88いいでしょう。ではリアタイいきます、どうぞ。はい、それではやっていきましょう。阿部飛行が出て99、ミートカンストっすね、いいっすね。ただ青木選手ね中弾道だからねホームランはあんまり期待できないんですよね。ただ打っていきたい。いやマジミートでけえ。よしよし、青木選手らしいヒットじゃないですかね。とりあえずはいいね、初打席初ヒット。そして今回ねイチローさん連れてきました。待って、走るわ。青木さんの走力見ます、走力。グッド、オッケー、ナイス。余裕のセーフ、ナイス。はい、これでイチローさんで返すと。やっぱりね僕はね WBC2006、2009年がねめっちゃ世代なんで、やべ、こすった。やっぱ青木さんとイチローさんがねスタメンに名を連ねる名前があるだけで嬉しいです。はい、やばい、青木さん返さないとやばい、怒られる。いやーマジか、いやーマジか。何そのスタンプ欲しい。広角出ましたね。で皆さん非法です。僕外駒さん打てないんで多分打てません、青木さんも。ただこれは決して青木さんが悪いわけではない。おお、これは青木さんパワーだわ。ノリチカパワーきたわ。ちょっと待って、これ甲斐さん盗塁、俺ちょっと挑戦するわ。うわ、甲斐さんからも盗塁成功。やべえ、青木さんスバラだわマジで。いや、ただ外駒さんはねマジで打てる気しない。できればもうここで返しときたい。よし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 。いや、ナイスラン、ナイスラン。これはでかいわ。マジ外駒さん打てないんですよ僕。ちょっと1も走りますよ、イチローさんも。ナイス、やばい。うわ、イチローさんアウトか。じゃあ青木さんすごくね。今ちょっとストレートでしたけどって2ストライクだったか忘れてた、カウント。よし、3試合目いきましょう。阿部秀でミート98、ミートはね基本的にカンストしますよね青木さんは。特能さえ出てくれれば。さあちょっと集中してね、ここ猛打賞よ、猛打賞今日。よし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 。やっぱ打ちやすいわめちゃくちゃ。ただちょっとね長打見したいね、青木さんの長打。変化球投げますからのストレートね。盗塁しよう、盗塁。よし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 、やばい、青木さん盗塁成功率 100% なんだけど今んとこ。いやー、変化から見誤った。スタンプ多いな。スタンプ待って、山岡さん A ランク、 A ランクか山岡さん。いやいや S ランクかと思ってた、ちゃんと見てなかったわ。まあ、青木さんといったらね、やっぱりメジャーのねアストロズ時代にピッチャー投げてますからね青木さん。まあ敗戦処理ですけど、当時ニュース見てましたね。それのイチローさんもねピッチャー投げてるんで、いやすごいですよね、野手なのに。まあ敗戦処理とはいえね、まあ、メジャーは結構あるあるですけどね、そういうのは。おおマジ、今の打球上がんねえのか。無失点はちょっとあれでしょう。青木さんに怒られるわ。いやーダメか。スタンプうるせえなこいつ。雄平さんも欲しいんすよね僕。多分再臨でね雄平さん狙おうかなと思ってるんですよ。攻撃シーンどうやって変化球投げんねん。いやすごいわ、そのスタンプを押す暇あんならちゃんとボール見ろよ。ちょっとスタンプ、まあ煽りというかもうこれスタンプ中毒よもう。ちょっと面白いんでね、この試合はカットせずに流したいですね。さあスタンプを押す暇あんならちゃんとボール見ろよ。オッケーオッケー。いやこのスタンプ初めて見たわ、なんか電球が出てるやつ。バスバスバス、よし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 、バス危ない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 よバス。さあ変化球投げるらしいです。おおストライクに投げて今回、ああバス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 走った、危ねえ。さあ筒香さん今ねマイナーでめちゃめちゃ調子いいんでね、メジャーに行ってほしいですね、メジャーに昇格。いやスタンプ多いなマジで。でも山岡さんからさ松井裕樹選手ってさ結構似たタイプだからあんまり系統意味ない気がするんですけどね。さあ青木さんミートカンストパワー73、長打見したい長打。いやちょっと今ひよった今の。いやおお詰まったけども、詰まったけど、いや今日全部ヒットだよマジで青木さんすごい。さあ警戒されてるねけど走るよ青木さんは。アイグッドアイグッド、やばいやばいマジで青木さん機動力半端ねえ。あやばいやばい、ちょっと毎回青木さんの盗塁に興奮してイチローさんでちゃんと打ててない。ありがとうございました。さあだいぶね青木さんのいいとこ見せれたんですけども、やっぱ長打を見したい、長打を青木さんの。もうヒットも打てるし盗塁もできるっていうのは分かったんで、あとは長だよね。いやー力んだ力んだわ今の、最悪。さあ青木さん2打席目回ってきました。長打打って終わりたいねマジで、長打だけ狙っていきます。いやー違うのよ。いやじゃあイチローさんホームラン打ったら終わります。いやーさあなんと3打席目回ってきました。なのでまあここでもう動画終わろうか。じゃあやまたヒット打つね青木さん。いや皆さんチャンネル登録高評価ぜひねよろしくお願いします。まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。よし、いや皆さんご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。